ガドライブミニネタバトル。皆様、私がメガドライブミニを愛した男、アモーンの田村です。そして私がメガドライブミニに愛された男、アモーン関口です。田村です。関口です。最強メガドライブミニ芸人です。今から我々がメガドライブミニの魅力をお伝えします。今すぐ購入せよ。第一章、最強のメガドライブミニ。メガドライブを当時持っていたやつは学年で一人だけだ。皆様、今から私のお腹からメガドライブミニを出して、メガドライブミニのキャラクターに変身します。こいつ何を言ってるんだ。お腹が開いた。メガドライブミニが出てきた。電源を入れろ。行くぞ。バス。一体何のキャラクターになるんだ。バーン。スーパーマリオです。いや、それ任天堂だよ。このネタを楽しめるやつはメガドライブミニも楽しめるぞ。田村です。関口です。最強メガドライブミニ芸人です。皆様、これからはメガドライブミニに内蔵されているソフトの紹介をしたいと思います。刮目せよ。最強のストリートファイター2ダッシュ。これはほぼスーファミのソフトだ。ぶっ殺してやるよ。望むところだ。来い、サガット。いや、お前がサガットやれ。このソフトを楽しめる人間になれ。田村です。関口です。最強メガドライブミニ芸人です。最終章、最強のファンタシースター。このソフトのすごいところは BGM だ。伝説の勇者ルディオ、これが最強の剣エルシディオンだ。これが最強の剣エルシディオン。その剣を一振りして最強の僕ダース・ファルクスをやっつけよう。よーし、行くぞー。行けー。いや、バカか。田村です。関口です。最強メガドライブミニ芸人です。わかりました。アンコールにお答えして見せましょう、このメガドライブミニに一番面白いゲームを。最強のゴールデンアックス。このソフトはゲーミング大賞9位の作品だ。汚なデスアダー食らえ。やったー、よし、勝ったぞ。あれ、剣が抜けない、抜けない、抜けた。ブズッ。いやー、ゴールデンアックスの面白さお前たちが探せ。田村です。関口です。最強メガドライブミニ芸人です。ありがとうございました。メガドライブミニ好評発売中。このメガドライブミニネタバトルで面白かった芸人に投票して豪華プレゼントをもらおう。お前はもう投票している。